はい、本日は南海ホークスフランク・オーテンジオ選手、登録名オーテンジョー選手でございます。こちらのオーテンジョーという登録名なんですけれども、世界のホームラン王王貞治選手上を行ってほしいということで、王の天井ということで、まあ、オーテンジョーという、ね、名前からもじって王天井にしたわけなんですが、当時これを聞いた時、子供だからね、そりゃ王さんに失礼やろなんて思ってですね、まあ、当時はなんか南海ホークスのね、まあ、試合とかこう新聞とかで見ても王天井って書いてもね、私はね王天井って、ね、呼んでいたんですよ。オーテンジオ選手はアメリカ出身、メジャーはですね1973年ロイヤルズで9試合に出場、7安打1本塁打2割8分というね成績しかね残されてないんですよ。こちらお写真は元ロッテでロイヤルズ時代の薮田投手のお写真でございます。アメリカではほぼね、まあ、マイナー生活なんですけれども、1977年トリプル A でホームランと打点の2冠王に輝きね、 MVP にもね選ばれているわけなんですね。その1977年の南海の打線はといいますと、こちら3番角田博美選手、背番号27時代ですね、3割1分3厘25本塁打91打点という成績。4番は広島でもね活躍いたしましたホプキン選手がこの年ホークスへ移籍いたしましてね、4番を打ちホームラン16本の活躍。そして5番は野村克也兼任監督、まあねちょっと衰えはあるわけなんですが、それでもね16本塁打というねホームランをね打つわけなんですよ。そして若手の柏原選手もね成長したわけで、18本塁打というね成績を残されるわけで、阪急ロッテとね優勝争いを繰り広げるわけなんですが、まあ、最終的に、ね、2位でフィニッシュするわけなんですね。しかしオフには野村克也監督解任ということで、野村一選手としてねロッテへ移籍、そして野村選手とね行動を共にということだったんですが、最終的に日本ハムへね柏原選手も移籍することになるんですね。そしてね迎えた78年はホプキンス選手もね退団したということもありましてね、ホプキンス野村の4番5番がいなくなるわけでね、柏原選手もいないじゃないですか。となるとやっぱりねマークはねこちらの門田選手にね集中するんでしょうね。なんと門田選手2割5分15本塁打44打点とねすごくね成績をね落としてしまうわけなんですよね。もちろん新外国人選手も、ね、取っているわけで、こちらの、ね、メイ選手を取っていったわけなんですが、打率こそ、ね、3割1分2厘と3割打つわけなんですが、ホームラン12本と、ね、ちょっと、ね、ホームランがというところはあるわけなんですよね。そしてです、ね、こちら片平選手も、ね、15本塁打と検討するわけなんですが、6位最下位に、ね、終わってしまうわけなんですね。ホークス打線強化のたびに、ね、目をつけたのが2年前、まあ、マイナートリプル A でホームラン打点の2冠王に、ね、輝いておりましたこちらのオーテンジオ選手を、ね、獲得するわけなんですよね。キャンプから、ね、快調に飛ばすわけで、そして、ね、オープン戦でも、ね、特大ホームランを、ね、打つなどの、ね、活躍をして、ね、まあ、ちょっと、ね、そこで、ね、球団がちょっと私から言わせれば調子に乗ったわけなんですよね。なんと登録名をですね、先ほどね冒頭でも申しましたように王選手の、ね、上を行ってほしいということでね、王天井というね登録名にね3月14日にねしてしまったわけなんですよ。まあそうなるとね話題性というのもありましてね、これね絶対なんかこう無理やりやらされてる感ちょっとあるじゃと思いません。箸を使ってねお刺身を食べてるね、まあ、オフショットのね写真なんですけれども、じゃあ実際ねシーズン始まったらどんなね活躍をしてくれるかというところなんですよね。活躍してもらわない、ね、理由の一つにはね、こちら主砲の門田博美選手が、まあ、キャンプ中にですねアキレス腱の、ね、断裂という大怪我でね、まあ、離脱してしまったわけなんですよね。当然2年目のねメイ選手にも期待がかかるわけで、メイ選手はですね3割7人26本リーダーとね2年連続3割を打ってホームランもね26本と、ね、活躍するわけなんですよね。さあそうなると王天井選手はどうかと言いますと、まあ、王選手の、ね、上を行ってほしいということで王天井という、ね、登録名にしたんですからね、まあ、ホームラン、ね、40本ぐらいは打っていただかなければというところなんですけれども、113試合で2割4分8厘23本塁打56打点という成績でね、まあ、全然ね王選手を超えるというそんな数字じゃない、ちょっと微妙ですけれども、しかしながらねこの23本塁打は名選手の26本塁打についてね2番目のね数字になるわけなんですよ。王天井選手2年目となります。1980年にはね怪我からこちら門田博美選手が復活、背番号も44に変えまして2割9分2厘41本塁打と初の40本のねホームラン超えを達成。名選手も3割2分6厘27本塁打とね、まあ、年々成績上がっていくわけなんですよね。
まあね、メイ選手についてね、ちょっと一つね、お話があるわけなんですけれども、まあ、兵役の時にですね、事故で右手のね、親指の第一関節からね、先ほどね、まあ、欠損してるわけなんです。だからね、パッと思ってても、ね、ちょっと振りにくいというかね、ちょっとそんなハンディありながらね、こんだけのね、成績を残されるっていうのはね、立派ですよね。そして、片平選手も2割6分6厘21本塁打とね、この年はクリーンアップの、ね、一角もね、担う、そんなね、活躍をされるんですよ。じゃあ、本日のね、話題の大天井選手はどうなんやと言いますと、こちらね、開幕オーダーになるわけなんですが、まあね、相手が近鉄バファローズ鈴木啓史投手ということもありまして、右バッターを多く愛し、門田選手も6番に、ね、下げてますからね。そして大天井選手は7番ライトでね、先発出場するわけなんですけれども、だんだんね、出番も減っていきまして、これ7月以降のね、オーダーになるわけなんですけれども、なんと大天井選手名前ないですよね。そしてクリーンアップは片平芽衣、門田、3人とも左バッターじゃないですか。だからこそね、右のね、大天井選手にはね、ここね、加わって頑張ってほしかったわけなんですけれども、36試合で2割5分7厘7本塁打という成績ですね。なんと7月の9日には退団するわけなんですね。まあ1年半ですね。それで通算は149試合で122安打30本塁打70打点打率2割5分という成績ですからね。まあね、王さんの上を行くなんていうことはね、まあ、全然なかったわけで、やはりね、そんな登録名にはね、しなかった方が良かったんじゃないかなって思いますよね。本日は南海ホークス大天井選手こと大天井選手をお送りいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。では